おはようございます。速稼塾の久保です。今日もですね、福山のアニメの祭典福山アニメ、福山アニメに行ってまいります。心のね、羽原信義監督ってのがね、私のね、高校の先輩というのがね、またすごくいいなと思います。昨日もトークショーを見に行ってきたんですけど、ものすごい人だかりで、で撮影禁止なんで動画とか写真はないんですけども、もうなんかね、私はね、すごく最前列で、でね、見もしないし聞こえもしないっていうところでやってましたけども、すごくね、いい時間を過ごさせてもらいました。やっぱり尊敬する人といると、空間を共有してるってだけでなんかね、笑顔が出てきたりとか楽しめるもんなんだなと思います。さあ、今日の話題はですね、凡人が非凡でなくなる、その方法をちょっとお伝えしていって、最後にですね、最後、いつも私がお話している花屋さん、花屋龍馬さんのことについてお話ししようかと思います。まずはですね、凡人が非凡になる方法なんですけども、これはね、非常に簡単で、どこだったかな、リクルートだったかな、なんか1万時間継続すると、100人に1人ぐらいの天才にはなれるそうなんですよ。皆さんどうですかね、100人に1人の天才、100人の人が、わあ、この人はすごいなーって言ってくれるような、100人の能力をズバ抜けるようなね、そんな人間になっていくこと、まずここが非凡から、不凡人から非凡になるためのステップだと思うんですけども、そのためには1万時間何か一つのことに集中すればいいかなと思うんですよね。考えてみたら、私がサラリーマンやってる時も、それからですね、会社を起業した時も、訪問販売やってる時も、麻雀店をやってる時も、ネットビジネスをやってる時でも、 YouTube をやってる時でも、そして今に至るまで、同年代のイチロー選手はずーっと野球やってるんですよね。一つのことをずーっとやってるんですよ。これ誰も叶わないですよね。で、これからイチロー選手の人生ってのは、彼が大事にしてきた野球、今度は野球がね、彼を守ってくれるんじゃないかなというふうに思いますけども、このぐらい一つのことに徹底的にね、集中してきた方っていうのはなかなかいないと思うんですよ。で、私はとてもとてもサラリーマンですらね、7年も勤まらなかったぐらいなんで、で、会社経営もね、なかなかうまくいかないと、麻雀店ですら10年なんとかいったかなっていうところなんで、本当にね、1万時間の壁っていうのは強く感じるんですけども、私はね、ネットビジネス関連のものっていうのは結構いけたかなと思うんですよ。そこで凡人が非凡になるための次の方法です。1万時間継続することによって100人に1人ぐらいの天才にはなれるかなっていうところをお話しましたけども、だったらですね、1万時間かけて1つの天才になると、で、一つの天才になった時に、100人に1人の天才になった時に、今度は別のもので1万時間かけて、ここで100人に1人になると、100人に1人かけ、100人に1人、この2つの要素を持つわけなんで、1万人に1人にはなれるんではないかなと思って、私は今に至るのかなと思うんですけどもね。まあ、こういうふうに考えて、私はね、継続が大事だよって言ってます。継続っていうのは一つの単位として、1万時間、そして、千里の道も一歩、そうですね、3年ですよね。3年間、毎日コツコツと1000日やった時に何かが見えてくるんではないかなというふうに私は信じてます。けども、皆さんいかがでしょうか。では今日の最後のテーマですけども、花屋龍馬さんのね、動画です。花屋龍馬さんの YouTube、 このね、 YouTube の私が紹介してからちょっとね、チャンネル登録者数が十数名ほど増えたんで、もう私の影響もあったのかなと思いたいところなんですけども、早速ですね、コメントを書いてくださった方が速稼塾の塾生さんということで、本当ありがとうございます。いや、こういう風にしてね、いろんないい方を紹介していきたいなと思うときに、花屋さんってのはね、速稼塾の塾生さんでもそうでもなんでもないんですけども、私がなんでこの方がね、好きなのかっていうと、これね、花屋龍馬さんの動画見ていただくと分かるように、私と同じスタイルでしょね。これがもう本当共感を呼ぶところなんですよね。すごく嬉しいなと思います。花屋龍馬さんとはね、すごく気が合いそうなんで、この再生数とかチャンネル登録者数の大小じゃないんですよ。この動画のファンになるかどうか、この YouTuber さんのファンになるかどうかがすごく大事なんですよ。たとえね、再生数が1であっても、熱狂的にその人が好きであるとかね、逆に言えば、チャンネル登録者数が1人でも熱狂的にファンになっていただければ、全く問題ないってことになります。皆さんね、まだ再生数が少ないからとか、チャンネル登録が起きてないからとか言って、モチベーションを下げてね、1万時間にたどり着かないようなことがあると、すごく残念です。本当にね、チャンネル登録者数が1万人の人でも10万人の人でも、最初は1人のチャンネル登録から始まってますからね。これね、私のメールマガジンをお話してる時によく言ってたんですけども、2015年の8月12日に私はメールマガジン、自分自身のメールアドレスを1人登録したところから始めました。そしてぐるっと1年経って2万人の読者ということでございます。本当にね、最初は1人からなんですよ。千里の道も一歩から、そういう意味も込めて今日はメッセージをお送りしました。それでは行ってきます。ありがとうございました。